今日のような寒い日に恋しくなるのが、そう、温かいお鍋。グルメ情報サイトグルナビが発表した今年のトレンド鍋は平成リバイバル鍋。ピリッとした辛さとモツの旨味がとても美味しい。さらに家で手軽に楽しめる鍋の素もバリエーションが充実。お鍋になるのかしらこれ。今話題のトレンドや知って得する情報が10分でわかるひるおびライフ。今日は今すぐに食べたくなる最新の鍋を特集。身も心も温まりましょう。皆さん今年も冷え込んできましたね。そんな時期に食べたくなるのはやっぱりお鍋ですよね。今年もやってきた鍋シーズン、今日は新商品やトレンド鍋をご紹介します。どうですか？丁重に扱っています。鍋奉行として今日はご紹介します。非常に今日寒いですので、まさに鍋がぴったりな日になりましたけれども、はい、 そんな中まず紹介するのはこちら。その年流行りそうな鍋料理を発表するグルナビトレンド鍋です。今年のトレンドは平成リバイバル鍋。平成時代の定番鍋に今らしさを取り入れた鍋ということなんですが、例えば豆乳鍋やもつ鍋、キムチ鍋など平成に広く根付いた鍋を少しアレンジしているものということなんです。なぜ今この平成リバイバルが人気なのかといいますと、若者を中心に平成レトロブームが起きていること、そして物価高によって節約志向が高まっていることから、安定した価格、味わいを求めて定番人気が高まるとの予想です。さあ現在全国の飲食店がエントリーした鍋から、一般そして審査員投票で全国ナンバーワンを決める平成リバイバル鍋グランプリが行われています。エントリーした鍋を小沢アナウンサーが取材しています。平成リバイバル鍋、どんなお鍋なんでしょうか。早速行ってきます。小沢アナウンサーが訪れたのは JR 恵比寿駅から徒歩4分のところにある恵比寿富士屋です。当店では平成に流行ったもつ鍋をちょっと辛くしたり、あとトマトを入れたりチーズを入れたりとアレンジしております。トマトいいね。たくさんの野菜や新鮮な国産マルチョウの上に薄く切ったトマトを乗せ、韓国の甘辛い調味料ヤンニョムジャンを使用した味噌ベースのスープで煮込んでいきます。グツグツととっても美味しそうな香りがしますが、こちらで完成でしょうか。めちゃめちゃ美味しそう。じゃあ最後にチーズをかけて完成となります。はい、これはもうたっぷりいきますね。チーズで何も見えないですよ。定番のもつ鍋を大胆にアレンジした平成リバイバル鍋、そのお味は。うわ濃厚、濃厚、ピリッとした辛い味わいにもつの脂がよく乗ってますね。でここにトマトの酸味とチーズの濃厚さが加わってすごくこう優しい味に変わってます。もつのこってり感が少し柔らかくなるような感じです。もともとはまかないで出していたメニューですが、今は若い女性にも大好評となっているそうです。これはウケるでしょう。実際にエントリーされた理由はありますか？やはりもつ鍋っていうとちょっと重いとか古臭いみたいなイメージありますけど、もう新しいもつ鍋でいろんな人に知ってもらって、あの美味しさをまた味わってほしいなと思っております。続いて訪れたのは JR 新橋駅から徒歩6分、しばらく亭いろりです。しばらく亭豆乳鍋っていうのがあるんですが、これは私が31年前に考案して世に出した鍋なんですけども、リバイバル鍋っていうのにもうぴったんこじゃないかと思って参加申し込みました。長年豆乳鍋が愛されてきたこちらのお店、平成のブームの際にはたくさんの客が訪れていました。今回エントリーした平成リバイバル鍋は豆乳に食用のシルクパウダーを加え美容効果をアップさせた割れときて鍋。
白菜や春菊などのほか、国産のハマグリ、キングサーモン、店主松田さんの地元宮崎の地鶏、伊勢海老と豪華な食材を盛り付けていきます。話題の、さらに松田さんが手に取ったのは、これあれじゃないの、アロエベラ。アロエ、お鍋にアロエなんですか。そうですね、アロエっていうのはですね、一応非常に健康にいいということで。薬だよね、アロエなんて。具材の準備が整ったら、ここで主役の登場。大豆をミキサーにかけて作ったフレッシュな豆乳とシルクパウダーを溶かした水を入れて煮込んでいきます。これはもう体に良さそう。豆乳鍋をアレンジした美容成分と大豆のうまみたっぷりの平成リバイバル鍋、そのお味は。おわぁ、お豆の味がしっかりついてますね、これ。そうですか。美味しい。いや、よかったですね。この豆乳スープ初めて食べた。豆乳のまろやかさもありながら、とても味が濃いですね。気になるアロエは。アロエ、おおおおおドゥルンドゥルン、全く苦味はなくて、ツルンツルンといえば本当ドゥルンドゥルンで、ちょっとこう口の中で粘り気があるよね。そうですね、面白い食感です。面白い食感ですね、はい。具材も美容成分もランクアップした鍋は客からも好評だそうです。これはいいね。やっぱりもう30年経って、最初はものすごい賑やかだったんですけど、どん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 いろんな鍋が出てきて、豆乳鍋そのものもこう埋もれてしまったような感じになってますから、ここでもう一回豆乳鍋が芽を出して、皆さんに喜んでいただければいいなと、そういうような期待を持っています。美味しそう、ね、ちょっと定番のものをアレンジしてるというのがいいですね。いいですね。いかがですか、師匠。豆乳鍋をね、うん、あの親方が発案したっていうのはね、すごいですね。アロエとか食べたことあります？いや、アロエはね、どっちかっていうと皮を剥いて、はい、それで食べたことはありますよ。それはでもどっちかってなんか薬感覚なんですよね。なんかそんな感じですよね。で、まあ、ヨーグルトにこう入れたりとかね、それはありますけれども、鍋に入れるっていうのはね、またちょっとこんにゃくとかと違って、ちょっと面白そうですね、これね。朝日さん、いかがですか？最初のチーズのやつもいいんじゃないですか？いや、本当ですね。もう、それこそ若い人が、ね、好きそうなアレンジだなって思いました。本当にちょっとね、めぐみさんがおっしゃってましたが、うん、イタリアンな感じですよね。ちょっとおしゃれなもつ鍋だなって思います。結構辛みがしっかりしていて食べ応えがあるとのことでした、さあ、この平成リバイバルグランプリですけれども、昨日時点でエントリー数85店舗となっています。一般投票ホームページからお店の検索、そして投票ができますので、ちょっとどんな鍋があるのか調べてみるのもいいかもしれませんね。結果発表は来年の1月17日ということです。さあ、ここまでお店で食べられるトレンド鍋ご紹介しましたが、やはりお家で鍋を楽しむという方も多いのではないでしょうか。各社新商品たくさん出ております。私もたくさん食べてきました。どんな商品があるのか、お知らせの後ご紹介します。たくさんご用意しました。いやー、これ一つ使うだけでお家でも本格的な鍋の味をバリエーション豊かに楽しめるので重宝しますよね。今や定番化した韓国グルメや、今年注目されたガチ中華など辛味系グルメが盛り上がりを見せる中、ミツカンが今年投入したのが辛鍋つゆ、豚骨、馬、鶏塩、ダブル味噌辛鍋つゆ。辛いお鍋だけでこれだけのレパートリーが増えたってめっちゃ幸せ。開発のきっかけとなったのが、辛い鍋の種類がキムチ鍋やスンドゥブぐらいしかない。消費者に対しよく食べる鍋の種類を調査したところ、辛い鍋の需要が高い一方でレパートリーが少なかったため、今年新たに辛さに特化したものを発売しました。さまざまな辛さにこだわった3種類の鍋の素、早速食べ比べてみました。まずはじっくり煮込んだ豚骨に唐辛子とニンニクを合わせた
濃厚豚骨辛鍋つゆ。豚骨がまろやかなのでそこに辛みがあるっていうので急にこうガツンときますね。めっちゃ気が早いけど締めのラーメンが絶対合う味がします。あ、続いては鶏ガラスープに唐辛子と黒胡椒を加えた馬鶏塩辛鍋つゆ。辛みはもちろん後からふわっとくるんですけど結構あっさりしていて食べやすいです。野菜とかから出た旨味も感じられるぐらいこうバランスのいいスープっていう感じがしますね。最後は米味噌と豆味噌を合わせ、唐辛子と豆板醤、生姜を加えたダブル味噌辛鍋つゆ。やっぱり味噌が入ってるので味は一番しっかりしてます、けど意外と味噌のまろやかさがあるんで食べやすいかも。3種類とも違った辛さなので気分次第で辛さのバリエーションを楽しめること間違いなしです。続いては焼肉のタレで有名なエバラがそのノウハウを生かして作った焼肉と鍋料理の美味しさを同時に楽しめる新商品。フライパンで焼肉鍋、お鍋だけどフライパン、ちょっと斬新ですよね。今回カルビにしました。きっとお肉が美味しく食べられそうな気配がしますね。作り方はとっても簡単。フライパンでお好みのお肉を鍋の素と絡めて焼いたら、お水とお好みの野菜を入れ蓋をして煮込めれば完成です。それだけ？完成しました。焼肉鍋です。焼肉なのに、まさに焼肉と鍋が融合したような感じがしますね。人参と、あら、カルビと、もうその名の通りこのフライパンのまんま、ね、食卓に持っていける食べられるっていうのがありがたいですよね。土鍋運ぶの重いですから。さあどんな味なのでしょうか。スタジオの朝日さん召し上がってみてください。いただきます。すごいね、すごいスタジオのいい匂いがしてますよね。すいません一人だけ。とんでもないですよ。フライパンなんだね本当にね。そうなんですよ。なるほど、なるほど。おいしい、おいしい。なんか不思議です、焼肉とお鍋の間、なんて言ったらいいか分かる、もう新しいです。でもしっかり焼き目がついてるんですよね。焼き目がついてるんですけどやっぱりまあお鍋なんで、そのおいしいお出汁というか、もう全部染み込んでるんで、すごいお肉も柔らかくいただけますし、すっごいおいしいです。これ白いご飯が欲しくなる。ありました。ありました。白いご飯なんだろうなこれ。焼肉ったら白ご飯ですもんね。そうだね。これはちょっとハイボールっていうよりやっぱ白いご飯です。これは白いご飯とウーロンハイですね。あ、ウーロンハイつけるんですね。ぴったりですね。でもいいですよ、あの土鍋、あの一人暮らしだと土鍋がない方とかも多分いるから、すごい楽です、ね、洗うのもすぐだもんね。確かに。ただ量的にはこれ一緒、やっぱみんなで食べないと。確かに。でも焼肉より野菜をたくさん取れそうですね。そうですね、こっちの方がね、健康にいいかもよ。まさにこうお鍋だとあまりご飯食べない方も多いかもしれませんが、おかずになる鍋というような感覚ですね。お子さん、中高生などにはがっつり食べられていいかもしれません。そうかも。まさにこのフライパンで焼肉鍋なんですけれども、準備や片付けの手間が減るというのもポイントですね。その理由から子育て世帯の支持を集めて、今年8月の発売から3ヶ月で売上計画比 2.3 倍も売り上げているということなんです。開発の目的としては具材や味付けのマンネリ化を打破したいということ。そしてエバラさんですので、焼肉のタレのノウハウを生かしてお肉を楽しめる商品を開発したいということです。どんなお肉でも合うとおっしゃっていました。さあそしてもう一つお鍋ご紹介したいと思います。こちら山佐のうどん鍋気分シリーズです。こちら締めではなく最初からうどんを具材としてつゆで煮込むだけというものなんですね。最初からうどんなの？そうなんですよ。もう煮込みうどんのような楽しみ方ができるんですけれども、こちらは志らくさんのお手元にご用意いたしました、
最初からうどんなんだ。そうなんですね。じゃあうどんじゃん、ね、うどんだね。どうですか白くさん。どうですか白く、まあ、うどんではありますよ。鍋感もあるんですか。うん、でもね、うちはあのちっちゃい子供がいるんで、うん、鍋よりも最初からもううどん入れちゃった方が子供たちはこううどん食べるので、そうですね、これはもうあの我が家にはもうベストですね。よかった、よかった。味はどうですか。味はね、さっぱりしててとても美味しい。だからやっぱりな鍋のね、あのうどんを食べてるっていう感じがします、うん、なるんですね。普通のうどんとちょっと違ってね、うん、違ってね、うん、あ、じゃあ鍋感もしっかり味わえるんだ、うん、そうなんですよ。これいいですね、本当にね、うん、これありがたいのが鍋つゆ1人前ずつ小分けに入っているので、うん、こう食に対応しているという。そうなんだ。そうなんです。で、最初から入れているので一度の調理で手軽に作ることができるというのも非常にありがたいですね。じゃあ1人前とかお一人様、江藤さんも自分家でできますよ。そうですよ、あのやっぱり鍋って最近はもうたくさん種類増えましたけど、はい、やっぱりこう一番食べたいのは大きいよなって思うことってよくあるんですよね。やっぱこうやって一人分で何日かに分けてっていうのは ね今日寒いから、うん、1人前ずつ小分けにできるってのがいいね、うん、そうなんです。だしメーカーとして、まあ、具材に負けない濃い旨味を実現したということですから。はあ、全部美味しい。そしてこう寒くなってきましたから今日はね、いやもういいですね、鍋かな、今日は鍋食べて頑張れ日本ですよ今日。